今が旬のさくらんぼ。築地市場の場外では初めてさくらんぼの種飛ばし大会が開かれました。これはさくらんぼの生産量日本一の山形県東根市と友好都市を結んでいる中央区が、震災の影響で観光客が落ち込む山形県に活気を取り戻そうと種飛ばし大会を開いたものです。コツは舌を丸めて7梅上に飛ばすこと。目指すは最高記録の16メートル5センチです。すごい難しかったです。楽しかった。今日は先着1000名様で11メーター17。意外と得意な方かもわかんない。大変粒の揃った美味しそうな、あとは肺活量と。また会場ではさくらんぼの直売も行われました。明日は銀座でも開催されます。